和田峠の一新和田トンネル有料道路は、長野県小佐型郡長和町と諏訪郡下諏訪町の間の和田峠を貫く、国道142号上の有料道路、長野県道路公社が管理している。有料区間は、道幅が狭く通行が困難かつ時間を要する、和田峠付近をバイパスする目的で1974年に着工され、1978年10月から、 供用開始された。総延長4620メートル、区間中に新和田トンネルを含む。総工費は約80億円に達した。中線道のアイロを著しく改良したバイパスルートであり、東新地方、北関東と東海地方異性の西日本を最短距離で結ぶ重要な幹線道路である。地元車両以外では特に ショートカット効果の大きな群馬県や栃木県のトラックの利用が多く見られる。その後 10.4km の国道142号バイパスがこの道路の延伸事業として建設されたが、こちらは無料で通行できる。2014年4月1日の消費税引上げに伴い、料金が次のように改定された。 普通車620円中型車720円大型車線50円特大車線700円計、自動車等510円自転車、原動機付き自転車等50円ほか、回数券が販売されている。なお ETC は利用できない。無料開放はもともと2003年の予定であったが、事故に述べるバイパスの建設費をも償還する目的で2022年4月1日に延期された。 諏訪大社のお柱祭りで国道142号が通行止めになることや大型車などが国道20号へ抜ける際に下諏訪町中心部を通過することを回避する目的で建設されたバイパスで2004年お柱祭り直前の3月27日に開通した建設は費用年出のため新和田トンネル有料道路の延伸事業として行われ 国道20号下諏訪岡谷バイパスとの交点まで、国道142号として指定されている。建設掃除業費は245億円。和田峠側より、木落し坂トンネル、湖北トンネルでお柱最下舎木落し坂、下諏訪塾、諏訪大社下社秋、宮前、下諏訪町中心部を経由せずに、岡谷市町地に抜け、下諏訪岡谷バイパスに接続する。 長野道岡やインターチェンジからは、これらの道路を利用することにより、岡谷市及び下諏訪町の中心部を迂回して、上田、佐久地域との通行が可能になった。なお、このバイパス区間は無料で利用できる。新和田トンネル有料道路無料化は22年4月1日、品の毎日新聞2021年2月6日。ありがとうございます。